ギャグとは、話題や行為の最中に挿入する短い言葉や、仕草などで滑稽な効果をもたらすものを言う。志村健のギャグ、アインは、ビートたけしのコマネッチとともに、世界的に流行したギャグと似たような意味を持つ言葉に、冗談がある。冗談は、言葉による戯れを広い意味で指す。これに対し日本語におけるギャグは、冗談よりも短い言葉ないしは、 言葉の組み合わせであったり、滑稽な所作による戯れをも指している。またギャグの場合、主とする話題の内容と直接関係のないものや、即興性の強いものであることを案に意味している。また舞台や演劇や映画などにおいて、観客を笑わせる目的で行われる即興的な言葉や仕草を指す意味も持ち、後に漫画などでも使われるようになった。現在では、日常における 同様の行為をも指す言葉として広く使われている。ギャグと滑稽冗談、笑いとの違いはギャグには残酷なあるいは皮肉な種類のものが含まれることである。また、ギャグという言葉が浸透した昭和40年代は笑いの表現が抽象的、記号的、強烈化的に発展した時期であり、言葉の使われ方にもその影響があると思われる。 19世紀のヨーロッパの舞台俳優が観客の死後を止めさせて舞台に注目させるために始めたものである。英語ギャグは、サルグツは言論の抑圧との意味の多動詞、名詞であり、英国議会では討論の打ち切りを表す。また外科では開口期。ギャグには以下の種類がある。これらは組み合わせて使われることもある。卑怯な動作や発言などの他に、いわゆる モノマネ芸なども、監修の注意を一気に引き寄せる手段としてよく、用いられる。言葉の面白さで笑いを起こすものダジャレなどもこれに含まれる。また声色の奇境さやモノマネなど。2005年1月3日付の朝日新聞によると、日本人の76%が、親父ギャグに寛容な態度を見せている。動作などで笑いを起こすものいわゆる、スラップスティック。 どつき漫才などで相方を叩くこともこれに含まれる。その人のキャラクター性によって笑いを起こすもの。服装や持ち物の意外性、性癖など、言葉や所作によるギャグと組み合わされることが多い。モノマネ芸では顕著に見られる。舞台や映画、映像などでは効果音や挿入音楽などによって笑いを呼び起こす工夫がある。また舞台装置や小道具。 背景などを利用することもある。物語中に適度なギャグを織り込むことで息抜きになり、物語に対する集中力を持続させる。また、ギャグを言った人物への親近感を増加させる効果もある。この時形成された親近感は、後の物語の展開で活かすことも可能である。例えば観客に好まれるギャグを言っていた人物が、 物語上不幸に陥るようなことになれば、観客に深く同情される可能性が高い。ギャグを過度に織り込んでしまうと、物語に対する集中力は逆に散漫になり、未熟な印象の作品が出来上がってしまう。また、自流や観客層に合わないギャグは、見る側をしらけさせ、ギャグを言う人物に対して、嫌悪感を抱かせる結果になる。ただし、 ギャグそのものが作品の目的である場合はこの限りではない。ギャグを活用した変わり種のドラマとしてはストーリーに絡まない部分でふんだんにギャグを織り込んで制作されたアカシア・サンマ主演の心は論理気持ちはがあった。人間の営みの滑稽さを表現する喜劇、落語などの笑いと違い、ギャグの寿命は大抵の場合非常に短い。時事問題を扱うギャグは その時事問題が忘れられるに従い、面白さの熱は、急速に冷めてしまう。また、言葉によるギャグは時として、流行語にもなるが、繰り返し人の口に登るにつれ、結局のところ急速に飽きられてしまう運命にある。かつて吉本工業で役員を務めた、横沢兵も芸人が、ギャグで受けを取ろうとする風潮を良しとしておらず、横沢の吉本入りを祝福するために、 新ギャグを披露した松村邦広に対して、ギャグはね、ギャグに生きると、ギャグに死ぬから言わないと冷たくあしらった。これは、ギャグに頼って人を笑わせようとする芸人は、本来求められる芸のセンスが磨かれないため、ギャグのネタが尽きれば、すぐに飽きられて捨て去られていくという意味であり、現在でいう、一発や芸人への横沢流の継承で、あるとも言える。ただし、 所作を伴うギャグには再現の難しいものもあり、そのようなギャグは長く指示される場合もある。また、短期に飽きられたギャグは、相当年が経過すると流行した、時代、世相を解雇する役割として機能する場合もある。偶事書、進め、電波少年、アポなし、企画、横沢氷産の吉本維持を祝いたい。での発言。なお、放送当時はまだ、 フジテレビ社員であった。ありがとうございます。